はいどうも、今日はビックリマンチョコの紹介をします。初めてですね。はい、あれなんかすごい誰か似てますね、これ。あ、ピーチ姫だ。パクリアンそっくりだね。パクリでしょ。じゃ開けてみたいと思います。お父さんさ、これ昔からあるんだけど知らないんだよね、全然。何がレアで何がいいのかとか。まあ、僕も開封1回目だから。なんだっけ、ゼウスとかいうのがいいのかな。またキラって。はい。これキラキラしてる。1個ずつこちらに見せてください。じゃーん。またキ。またキ。はい。これはなんか普通っぽいな。はい、じゃあ2個目。すごい面白い。絵コンテが面白いね。エンボスメタルシールっていうのがなんか、これはみんなそうなのか。みんなメタルシールはメタルシールなんだ。あ、なんかデコボコしてます。ですね。ね、知らないもんね。ビックリマンチョコは。今度は何ですか。マシン。はい、こっち向いて向けて見せてください。これマジンじゃないんですか、マシン。なんだこれ。マシン。ママママママ。はい、3パック目どうぞ。はい。マシンだそうです。どうした。この曲いい曲だね、ホリクさんのね。何よさげ？魔界夜店。魔界夜店。魔界？魔気？魔気夜店。魔気夜店。はい、4パック目。4です。パックじゃねえか。え？パックじゃないな。4チョコ目。4チョコ。うん、4チョコ目。これビックリマン伝説5ってことはさ、1,2,3,4 ずいぶんシリーズ長いのもんね、やっぱね。ルバーノスケ。あ、これいいじゃん。なんかかわいい。これいいね。最後にお味見。ルアーノスケ。ルアーノスケ。最後。はい、最後の一つ。結構時間かかりますね。これ結構さ、5つもあったら結構お腹いっぱいになるね、ウエハースだけで。当たり前ですよ。作ってる人と甘いってどうなんでしょうね。よし、来ました。シルメO2。 かわいい。かわいいじゃん。タコだ。 O2 って何ですか。 O って何。 O 空気。空気じゃない、空気の中の何素。酸素。酸素、正解。最後にお味見。はい、お味見どうぞ。どうですか。欲しいですか。はい。それでは動画を締めてください。はい。